今日の定例会見、来年末の出荷を目指し菊陽町で工場の建設が進む台湾の半導体製造大手 TSMC をめぐり、サプライヤーと呼ばれる TSMC と直接取引をする企業の県内進出が少ないことについて、蒲島知事は次のような考えを示しました。多くの台湾の企業、この方々が熊本に進出したいと、ただ土地がないというのが今の現状の課題の一つですよね。だからサプライヤーがいないというよりも、サプライヤーを受け入れるその段階。菊陽町や甲子市など TSMC の工場周辺で起きている土地不足がサプライヤーの進出が伸びない要因の一つだと指摘しました。一方で県の担当者は、ジャスムさんの操業が始まりましたら取引業に応じて台湾からも企業さんが集積してくるのではないかというところで期待しております。このように TSMC の発注量が見えてくれば、サプライヤーの県内進出も活発化するのではないかとしました。